みんなスバルに対してどんなイメージ持ってんのっていうことが聞きたかったんよ。今回のメイン、スバルといえばアヒルから脱却できたのか。裏ではめっちゃ可愛い声出してそう。実は外で喋るときは見バレが怖くてめちゃめちゃ変な声で喋ってる。残念だったな、外でもこの声だ。実はめっちゃ可愛い声出してそう。これは一時期そう頑張っていた時期もありましたけど、まあやっぱり人間には得て増えてというものがあるのかなって最近気づいて、もうなんかやってません。そのサービス終わりました。いやでもやっぱりそのオープニングのあじまる屋さんはちょっと頑張って可愛い声出してるよね。あそこで全てのあの可愛いを出し切って、こうね、ちょっとこのちょっとまだ差収はサービス終了はしてない。え、みんなスバルあれ可愛いと思ってやってんだけど可愛くないの？みんなあれなんだと思って聞いてた。あじまる屋さんはいいです。おい、メンバーバッジ半年のやつに言われたらもう。まあでもね、あれはね、スバルはね可愛いと思ってやってるんで、今後もね皆さんね、可愛いはね、あじまる屋さんで摂取してください。痛みに強そう。これはですね、スバル痛みに激弱です。もう痛いこと大嫌い。もう痛みとかこの世で一番なくなればいいと思う。痛みに弱すぎて、一時期なんかなんだっけ、香水軟水ってあるじゃん、水の種類。あれどっちか飲むと痛みに強くなれるっていうのを聞いて飲もうとしてた。男女の友情が成立する女友達だと思っていたら急に可愛くなって感情をぐちゃぐちゃにしてくる女の子。まあなんかすまん、それに関しては、それに関してはもう知らん、すまん。実は配信レッスン、遊び以外に各界の偉い人が集まるパーティーにドレス着て挨拶回りせそう。してない、してない。ずっとポケモンセンターにいる。配信や企画ではしっかりしているが、終わってからがすごくだらしない。お掃除できなそう。正解。配信終わった後のスバルはね、すごいよ。もう風呂入ってさっさと寝るから。表では明るそうだけど、裏ではかなり葛藤を抱えてそう。これめっちゃ多かった。スバルって配信終わった後くっそ静かなんじゃねみたいな。くっそ暗いのではみたいな。あのね、スバルが静かだねって言われるとき、特にホロライブメンバーからは、だいたい2つで、体調が悪いときか眠いとき。これはねめっちゃ言われる。なんか体調が悪いときマジで静かって言われる。なんか人形みたいって言われる。でも眠いときはなんか急に喋らなくなるって言われる。おでんで、コンビニでおでんの汁だくができることを知った次の日からは、汁だくでしか頼まなそう。正解だ。これはね、実例があって、牛丼屋さんでなんだっけ、チーズ牛丼初めて食べたんよ。もう美味しすぎて、そっからチーズ牛丼しか頼んでない。一回美味しいものを知ると永遠それ食べてるタイプ。割とドジっ子だと思っている。認めたくないが正解だ。これはね、あのね、認めたくないんだけど、あのスバル、その小学校の一時期、中学校なんかね、一時期まで天然って呼ばれてたよね。でもそれがマジで嫌で、本当に嫌だったの。なんかそっからなんか脱却するために頑張ったんだけど、まあ元々はね、なんかあの、そう、天然とか不思議ちゃんって言われてた。だから空気読めないって言われてたんかもしれんけど、なんかね、これはね、当たってます。友達っぽいけど完全に俺だけが知っている可愛い女の子。それは知らん。ドナルドの噂は聞いていたけど、実際に聞いたら思ったよりドナルドでした。おい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 、お前5年後に、5年後じゃねえよ、お前半年後に多分アヒージョになってるよ。イライラしたら机の足蹴っておりそう。いや、ヤンキーじゃねえかよ。そんなことはしません、そんなことはしません。ファミレスのドリンクバー直飲みしてそう。やばいやつやんか、これは。これやべえ
いやつやんマジで。ウロコごと魚食べそう。なんかさ、いやギャップがやばい。お前スマトモはさ友達っぽいけど完全に俺だけが知ってる可愛い女の子とか言うのに、お前ウロコごと魚食べそうってもう妖怪やん。え、肩パン強そう。肩パンしません。肩パンはわかる。わかるな。配信しない一人の時でもうるさそう。スバルね、人いると喋るけど一人でいる時くっそ静かだよ。え、マジで部屋で一人でいる時ガチ静かなの。マジで信じて。全然喋らない。いや、これはガチ。あの、独り言とか言わないタイプ。ほんとほんと。静かだと思ってるのは自分だけ説。一人でもうるさいやつはやべえやつだよ。別にいいだろ、一人でうるさくても。みんな、いつもありがとう。2022年も毎日ご機嫌大空スバルをよろしくお願いします。いや、これなんか、あの、マルコスっていうやつらしい。なんかよくわからん、あった。なんか普通に、なんかあった。これフリーだから安心して。たまにね、またね、振り回しちゃうかもしれないけど許して。来年こそはね、ガチ恋が勝つように頑張るぞ。